続いての、誕生日のメッセージと、豆猫いただきましたんで紹介させていただきたいというふうに思っております。ですね、メッセージいただけましたのはレインパターソンくんにいただきました。ありがとうございます。本当にいやね、昨日ね、そう20時から美活配信するっていうふうに言ってくれて、おっしゃられてたんですけど、何時からするのっていうふうに聞いて、そのわざわざずらしてもらって本当にありがとうございます。本当にもうねえ、レインくん、じゃあメッセージ読みますね今から。はい、ピンさん誕生日マジおめろー、めっちゃめでたいよね、これからもマジよろまんじー、あたし今年祝ったから来年は待ってるわー。テンション高いねー完全にギャルでございます。とんでもない、こんな文章これまで一度たりとも私来たことないのに急に来た、急に来ましたね、レインくん。マジよろまんじってちょっと古いんじゃないですかこれね、皆さんね、マジよろまんじってこれちょっとあれなんじゃないですか、うん、やっぱりちょっと出てるんじゃないですかこれ、どうです皆さんあ、でも割と使ったりするの、私も使うじゃんこれ。じゃあよろまんじおめろ買っていこう私もいや本当にありがとうございますレインくん。そんなレインくんからねいただいた豆猫の、豆猫がこちらになっております。ハッピーバースデーとカラフルな感じで色とりどりに、うん、サインもつけてくれてます。本当にありがとうございます。うーん、ハッピーバースデー、これバースデーだですよね多分、だで祝ってくれております。豆猫ピカピカ、色鮮やかなパステルっていう感じがして、うん、すごいポップな感じで可愛い。 Y ある、あ、本当だ、あばい、あった、また私ちょっとエデン、私エデン人だから、ちょっと私エデン人だから、うん、そうちょっと疎いんで地球語には、老眼じゃないですよ、老眼じゃない、研究しすぎて近眼になってるだけ。本当にだからもう近づいたら、もう近づいてみたらもうあれですからね、本当にもうしっかり見えるから、ほーん、しっかり見えるからねえ、近眼ちょっと遠くのものがあれだから、それ老眼っていうのか、それ老眼っていうのか、じゃあ、おう、それ老眼っていうんかということでね、レインくんからねいただきましたと。あー、そうっすよね、うん、ゲームバトルとかね、そうまたやりたいなって思うんですよ、すごく。やっぱり遊び大全から始まってポケモンのね、ダイパリメイクやって、なんかまた戦いてえなっていう。で、遊戯王もやったんですけども、ちょっとね、そうそう、初心、ちょっと遊戯王だとね、そう。私作ってるデッキがね、まず純粋にね、なんかあれだから、そもそもの話、そもそもなんですよね、そう。なんかまたバトルして、戦いて、っていう風に改めて思うんですよね。そう、レインくんはバトル。うん。やっぱバトルしたいなーっていう風には思いますよ。当然ね、うん。じゃあまずね、オリバー・エヴァンスくんのですね、メッセージの方をですね、読ませていただきたいなという風に思っております。よろしくお願いします。レオスくん、誕生日おめでとう。健康に気を使いつつ、タバコも楽しんで、これからもよろしくと、ありがとうございます。じゃ早速ね、オリバーくんのですね、豆猫の方をですね見させていただきたいなというふうに思っておりますんで、よろしくお願いします。オリバーくんの豆猫がこちらと、ハッピーお誕生日おめでとう、これからもよろしくと。やっぱ上手くなってますよねオリバーくん、どう考えても。うん、オリバーくんは結構ね、我々の中でなんか画伯的な感じでね呼ばれがちみたいなところがあったんですけども、なんかね、わりかしね、私とかがですね絵を描いてもらう機会みたいなのが
なんか多くなっておりまして、なんかねちゃんと上手くなっていってるんですよ本当に。うん、ちゃんと上達していって、どん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 とね、そう上手くなっていってると。いやまずいですよ、いやまずい、まあ、別にいいですよね、別に画伯じゃないとダメみたいなそんなルールないですからね。そんな画伯呼ばわりされる筋合いなんかないですもんね。うまけりゃうまいほどね、そりゃ楽しいかもしれない。そう、いやどん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 上手くなっていくんで、いや戦々恐々ですよ。真面目にちょっと一緒に絵の勉強でもします、オリバーくん、いいんじゃないの。なんかそのもう皆さんもあのそうですけど、もう画伯なんてもうねそんなんじゃないです、オリバーくん。完全に描くたび描くたびに上手くなっていってるから、もう画伯呼ばわりなんてできないですよ本当に。いなくなりました。ちゃんと一人の絵描きとして皆さんもオリバーくんのことをそのネタにするのはやめましょう。オリバーくんとはね結構ね去年ね結構バイオとかのコラボでね、いろいろとねしくじったりしてね、そこからね雑談みたいなのとか行ったり、スリザリをやったりして、年末あたりにねトレンド企画みたいな感じのことをねしたりしてね、結構ね特に一緒にね差しでねやる機会がね一番多かったんですよね。うん、やっぱりねなんかね思うんですよね、二人でやってると、なんでしょう、いわゆるその配信上ではないところでお話ししていたりしても、もうね完全に私のことを御してくれる人なんですよ、いつだって完全に私のことを御してくれて突っ込んでくれるっていうね感じだから、言ってしまったら語らいつつもちょっと私がふざけたことを言った時に突っ込んでくれたりするっていうのをね、オリバー君にやっぱり私やってほしいなって改めて思った。うん、いや昨日マジでやばかった、昨日やばかったな。配信見てたんですけど、あのね、絵褒められてる間もバチクソ照れてさ、からのさ、個人を褒め出したじゃん、その後。唇、で、結構ほら、すごいたくさんの人見てたからさ、すごいたくさんの人にそれ聞かされてるわけじゃん。で、僕いるんだったらさ、はぐらかしようもさ、その場にいたらはぐらかしようもさ、ありがとうって素直にさ、お礼言いようもあるんだけどさ、いない場所であれ言われちゃったからさ、めっちゃ下唇噛んでた僕。いやー、めちゃくちゃ顔赤くしてましたよ僕。僕は多分ね、ああいういないとこで褒められる方が弱いですね、普通に。面と向かってやったら受け止められるんですけど。あー、マジ照れた。すんごい、あれ本当にツイッター書かざるを得なかったもん。いやー、あれは本気で照れましたね。いやー、でも本当に誕生日おめでとうございます。